年度が変わりましたので、本年度のスポンサー契約、どっちにしようか。一分パーキング？ピザか。コインパーキングか。ピザは衰退の衰退しようもする。岡山だったらパーキングですね。じゃあもうパーキングやな。何岡山だったらパーキング。岡山だったらパーキングでしょ。岡山駅前なんてもう駐車場いくらあっても足りないぐらいなの。入団交渉しよっか。誰がおるんすか。石川さん、石川さん行こう。あ、さ、前回石川さんに断られた。あー、思い出しました。来い石川さん。あー、まくっさー、ダメか。今何本でした。300万。30万。あー、やっぱ300万じゃ首振らんか、あの人。俊之介の給料は今誰が払ってくれてるんですか。うちが払ってるの。おー、最近ね、もう遊戯王カードをめっちゃ買うから、お金がいくらあっても足らんのんすよね。知らんわ。いや、お前のさ、遊戯王カードのためにこっち給料払ったんじゃない。給料何使おうかは、こっちの方に買ってんすか。え、今まだフィギュアは集めてますか。もう集めてないな。昔集めたけどな。もう全部手放したよ、引っ越す時に。今じゃあ何集めてるんですか。集めてない、何も。何も集めてないですね。何にも集めてない。レゴかな。子供とレゴするっていう名目でレゴばっかりしようと。ああ、レゴ集めてますね。趣味は何ですか。何、今俺お見合いしてんの。ご趣味は。プロレス以外の趣味ってあるんですか。あるよ、それは。映画見たりとか。あ、まあ、ゲーム、映画、ゲーム、筋トレ、はい、あとなんだろうな、まあ子供と遊ぶこと、あ、どこ行こうかなとか、最近ちょっとなんかこう、はい、デイキャンプとかやってみようかなとか思った。ああ、キャンプね、いいですよ、キャンプは。やったことある。いや僕だってずっとキャンプのスタッフみたいな。ああ、そっかそっか。ありますもんね。金網デスマッチ工業にしようと思うよ。正月、いいね、正月大会よ。年始から。で、いいじゃないですか。あんまり組んだことない試合ばっかり組もうかなと思って。はい、ああ、いや、僕、金網デスマッチだったら、医師対マスカットですね。メイン？コミカルじゃない命をかけた戦い。石松にしようか、じゃあ最後。全6試合ぐらいにして、最後マスカットと石にしようか。マスカットと石のデスマッチです。これもデスマッチ工業なんです。全部デスマッチ。デスマッチ、デスマッチね。怖いな。怖いけど、ちょっとやってみたい気もあるんですよね、僕実は。ああ、そうなの。俺絶対やりたくない。もう頑張って。そもそもなんかこう、僕、ハードコア寄りに行こうとするじゃないですか。まあ、俺はあんまりそれ見てて感心せんけどな。待ってない。いや、でも、あの、あれ、命がけ、あの、一か八かではやってないからね、僕も。うん、命かけるとか嫌なんよ。いや、かけてないですよ。もう命は確実に守ってます。翔太と、あ、ちょっと待って。翔太さすがにちょっとハードコアマッチは怖いからって言ってシャツ着てきたっていう感じでしょ。ニューキザボーリングと西豊か。あ、西豊かで見てこの豊かだけもうショートタイツ一丁。ずっとになる。グリークさんともやってみたいですね。いや、何回かやるチャンスはあったんですけどね、なんか変更になったりなんやかんやで結局まだ当たったことがないんで。あ、そうなんだ。ないっすね、グリーさんとは。もう挑戦してみたいですよ。クリティカルはなし、決着方法脱出のみにする。おお。どれがいい？脱出って面白いよな。でも全員脱出じゃ面白くないよな。全員脱出はしんどいっすね。ジェリー形態、
クレイジーエイジはフォールのみにしようか。でランもグリークもフォールのみ。アキラ佐々木はどうする？フーカウントマッチや。あ、そんなんもあるんですね。面白そうだな。すぐ行きましょう。これちょっと300ワンで返さなきゃいけないですね。そう。でセットソと翔太組は全員脱出したら終わり。面白そうやな。で設置競技数も 8個いとこ。で、アキラと佐々木は1で 俺らは1個なんだけど、セックソたちのところは8個やね。4個いとこ。6チェックを取るね。セックソはこういう形式うまそうですねな。うまそうやな。で、この金網の中でのジョロキア対決はどうする？フォールのみにする？脱出で取れる？これも。いやー、フォール。フォールにしようか。はい。イシとマスカットは脱出にする？うん、そうですね。で、狂気なし。狂気なし。狂気なし。狂気ありがいい。1個にしようか。ああ、8個にする。うん、8個にする。8個にしましょう。もう、盛大にやりましょう。ただ、使うかどうかわからんけど。ああ。これでもキャラによってそのヒール寄りとかベビー寄りっていう設定はないんですよね。はない。アメリカの地方会場でやる。アメリカ、まあですね、アメリカのショーホールでやろうか。面白いねこれ。いいじゃないですか。じゃあこんな感じでやっていこうか。金網デスマッチ全6試合。チケット1000円。アメリカでやります。初のアメリカ進出。やっぱね、日本はね、外国出ていかないとなかなか儲けないですよ。いや、ほんまよ。やっとくですよ。海外人気もちょっとずつ上げていきたいからな。ですね、もう国内シェアだけじゃもうどうにもなりませんよ。1月興行、アメリカ、まさかのアメリカ。1月からアメリカ。うん。攻めますね。やるかな。オッケー。まあやってみよう。全試合金網デスマッチ。はい、もうちょっと引きで取ってもいいよな。金網邪魔ですね。でもこのフォールでしかないからギブアップ取れんのよ。ああ。うわ、いきなりジェリーロール出した。あ、凶器ちゃんと中にあるの？うん、一個だけある。けど、使うかどうかはわからん。ちなみに使うようにしてないから使わんかもしれん。ああ。これ金網登れんの？あ、登れる。だから登って脱出するか。あ、登っての脱出しかない。そうそう。でも俺、パイプロでさ、金網デスマッチやったことないから、脱出の場合どうやって脱出するのかわからん。RKO。 あ、終わった。あれ、なんかすごい汗が、なかなかすんなりでしたね。なあ、多分これすごい評価低いと思う。まさかのジェリー K のフライングボディアタック。ダイビングボディアタック。フライングボディアタックで終わったよ。往年のレスラー、ね、これは使うのもいいかもしれないですよ。そうやな。グリークランマ、この二人。グリーク・ランマ。は確か武道館で行ったシングル。この二人のハードコアマッチはもう、ほんとやばそうですね。なんか、ランマちゃんもなんか、結構ナチュラルで、ちょっと最後のとこあるから。まあ、まあでもさ、ほら、社会人でお堅い仕事とかって言うけど、お堅い仕事ついたので、ね、プロレスやる時点でもうまともな人間ではないから。いや、僕いつも思いますけど、目いっちゃってるなって思いますよ。ランマちゃん。いったらな、目が。ガン決まりしょ。怖いな、怖いなぁと思いますね。もう、エツ、まあ、エツに入っとるというか。え？エツに浸るというか、なんかもう、エツモード。なんかもう、その、ああ、プロレスやってるみたいな、その、気持ちいいの顔がもう、
ガン決まりした。プロレスという名の麻薬にやってるわけですね。そうそう、そういうこと、そういうこと。いやもう、なんでそんな足合う。おーし、のし神はないですか。のし、あー来た、のし神。あー決まらなかったな。これはホールのみやから。おーおーおお、アウトロックかな。網のせいで全然わからん。わからんすね、これやる分にはいいかもしれないけどな。金網ですま、金網やってみたいっすね。金網な、どう、え、でも金網デスマッチやる人ってどうやって金網作ったのかな。多分ちゃんと何オーダーメイドなんだと思うけど。WWE みたいに上から降りてくるでしょ。ああ、いいよな、あれな、かっこいいよな。で、あの昔のあの食卓の灰が咲かないようにして、なんかあんな感じの形の金網でしょ。ああ、そうそう。でもあのあれなんていう名前なんですか。アメリカのさ、金網はさ、この上のその最後こう乗り越えようとして座る部分がもう完全になんかこう鉄骨というかステージみたいになってる。ああ、日本はさ、もう本当に金網一枚だから危ないよな、あれ。そうですね。うん、まあ特注なんでしょうね、あれも。なんだろうけど、なんか上から降ってくるとかじゃなくって、こう持ってきて組み立ててみたいな感じだと思うな、日本。ああ、まあまあでしょうね。うん、規模が違いますもん、やっぱ。あ、でもなんか金網じゃなくてもなんか脱出みたいなのあってもいいんじゃない、プロレスの試合でさ。ああ、なんかで大手ですか。うん、いや、例えばもう YouTube 配信のみってやって、はいはい、その目隠しで連れてこられて、あのどこかもわからんところで試合させられて、先にその部屋から脱出した方が勝ちっていう。面白そうだよ。なんか、いや、みんな多分やったことない。そんな試合、誰も。そうみたいな世界観。あ、そう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 。あ、ごめん、なんでもない。え？なんでもない。いや、そう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 って言ってしまって。事故した。全然あれだった。自分の例えに酔いしれてました。ああ、そんなもので酔うな。あ、決まったかな。いや、グリークドライバーで決めてほしい。でも今、鉄バットの上、あ、鉄バットの上に出した。来た。よっしゃー。いやいいね、いや、グリークさん、気持ちがいいっすね。100% やな。おい、100%。有刺鉄線の上にグリークドライバー、最後。いやー。ケツが痛い。いいな。グリークドライバーやっちゃ、いいな。出た。2号対決。2カウントで決まるからな、この試合。1で返さなきゃいけないから。狂気、ハンマー。狂気、ウォーハンマーじゃないですか。うん。スレッジハンマー見れるんですか。見れるかな、出るかな。てか、使わん可能性の方が高いけど。ああ。でもさ、2カウントルールってやってみたいな。ああ、リアルで。そうそうそう。なんか面白そう。丸め込み得意な二人だから、佐々木とセクソでとか。ああ、ちょっと見てみたい。丸め込み有利ですね、そういや。そうそう、ふっと丸め込んだけ、多分ついうっかり2入っちゃうから、はいはいはい、おお、この1の緊張感がええわ、ほら。ああ、まあそうですね。ああ、いいですね。そうそう考えるとやってみたいですね。そう、だからあの連続フォールがちょっと有効になるというかな。はいはい、はい、スピーディーですね、そのフォールも。うん。2カウントかギブアップか。おお、危ねえ。危なかったね、今。おお。佐々木が積極的にフォール取りに行ける。ほら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 。ああ。おお。連続で続くと、おーおーおーってなりますね。うん、いいじゃないですか。もうこれからは2カウントでやりましょうよね。いや、それが全部だと面白くないんだって。分かってねえな。じゃあ、あ、出す、1000円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 。
ダンス踊ったよ、今。あ、今踊りました？うん、金網に紛れて踊ったけど、俺はしっかり見とったよ。俺の目は騙されん。あ、撮った撮ったあ、あ、撮った撮ったあ、あ、撮った撮ったあ、殴った。あきらさん？うん、ハンマーで殴ったよ。うわー、痛い、今のは。この二人の試合も見たいなぁ。あ、いいね。うわ、出た。おきち破り。アキラさんはもっと感情出してもいいと思ってますね。そうやな。やっぱこう、ちょっとポーカーフェイスなところあるからな。ちょっとまだ優しいんですやっぱ。うん。おー、勝った。あー、振り抜きストレートからの体固めて、またストロングスタイルやな。で、これが、全員脱出したら。あー、もう、もう分からん分からん、もう分からんから、もう実況はせんわ。あの、組んでから思ったけど、組んでから思ったけど、ちょっと紫比率多い。チーム紫にすればよかった。赤系、紫と赤系、赤系ですね、みんな。もう酔いそうっすもん。あのさ、あの、試合で T シャツを着てってどう思う？あ、いや、僕はね、いや、脱いでほしい、できれば。あれさ、最近なんで、アキラの作品も脱がんくなった？これは、本人に聞いてください。佐々木一回脱いで。いやいや、佐々木さん脱いでましたっけ？最初の辺脱いでなかったから、急に T シャツ着るよね。佐々木さん、佐々木さんの脱いだのは見たことない。バキバキなんだよね。やっぱバキバキね、あの、どこという時に出してもとのバキバキでしょうか。なるほどな。あ、今は多分温存してる。ああ、逃げた。デカちゃうな。何もなかったっすね。おしゃれだーって登って降りてたよ。なんかぬるーって降りてきた今。ゴキブリみたいでしたよ。舞台はずっと見よるけど。あ、今日呼んでてた。でもさ、こんな感じですね。これってさ、もうちょっとドラマが欲しいな。これってさ、いきなり2人出たらすごい不利よな。ほら、ほら。めっちゃ面白い。これめっちゃ面白いな。あ、残ったよ、2人が。だからこうなってからなんやな、多分。あ、出たら録音。やばいやばいやばい、話せよお前って。最後降りてった時に豊が、お前ちょ降りるなってなったんだけど、話せよお前これ。終わった。ああ、金網はこんな感じなんですね。ぬるーっと終わったな。なんかいろんな形式挑戦してみたいですね、実際。そうやな。やったんだからさ。あら、これはジョロキア対決ですね。そうやで、相手な。ほら、前回ちょっと情けない結末に終わったからさ、はい、あの後、だからそのザカが切れて、俺がいないからこんな不甲斐ない結果になったんだろうって言ったわけ。それでちょっとザカと山内がやり合ってしまって、で、ジャイとスポビルは止めようとしたんやけど、そのやっぱザカと、ザカにこう、な、やられて、みたいな。したら、スポビルはザカ側についたの。え、スポビル、リアルの話ですか？いや、リアルじゃないよ。今俺頭の中に組み立てながら喋ってる。で、ほら、スポビルはさ、最後の一人になるまで戦ったやん。はい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 、だからザカはスコビルの根性がパッポン。
でもお前ら3人は本当に情けないって言って、で怒り心頭なわけよ。このジョロキア内での構想も見てみたいですね。そうやな、な仲良しじゃないだからまたこうしな、ちょっとこう 内戦が起こってるというか、内紛っていうのかな、内部紛争。そうそうそう、仲間割れがもう起こってしまったから、金網で決着をつけようと。いいですね、ヒールらしいな。戦って決めるしかないみたいな、はいはい、これらにはこれしかないですけんみたいな。今のところでも凶器使ってないところは、あれ終わったよ。え、凶器使わまま終わったよ。でも丸め込みで終わるあたり、まだまだジョロキアは続きそうや。でもなんか、完全決着じゃないんですね。なんかもそこに逃げたって気はするけどな。なるほど。そういうのも。Next. さあ、メイン。ありかな、これ何でしたっけ、なんか面白い人ってしました。狂気8個で先に脱出した方が勝ち。あ、使うかな狂気、多分使わんの、こんなにあるのに、こんなにあるのに使わない金網デスマッチ、先に逃げた方が勝ち二人とも一緒にカーンってなったと同時に逃げるかなと思うんだけど。で逃げそうになるところをセコンドが止めるっていうのが面白そうや。絶対まだ早いみたいな。上がるな。でも最初もさ、その時代で言ったらさ、マスカットと医師のその構想ってなんかこう、一番最初ってなんかぬるっと始まったやん、この二人。まあそうですね、僕ももう何があったかも忘れましたもんだって。なんかオープニングでマスカットを、そのマスカットを使ったこう一発芸でね、やなんかそういうさ、ちょっと楽しませるようなはい、楽しませるようなさ、はい、その試合をずっとやってきよったわけやん。マチン相手にやったりとか、はい、でもちょっとなんかな、どっかしらちょっと浮いとるなっていうところあった。マスカットが浮いてしまっとるなみたいな。ほうほうほう。でヒールレスラーにボコボコにされて終わるみたいな、はい、があったのが、多分意思が入ったことによって、俺の方ができるよって言って、ほらマジックするやん意思は。はいはい、マジックしたりとか、俺の方がすげえよっていうの、そのえそこで張り合うみたいな人が出てきたよ、対抗馬として、はいはい、だけん余計マスカット2度目のブレイクみたいな。あ、やばいよ、出るよ。あ、ぬるっと終わったよこれは。でもあんま面白くないな、脱出は。マスカットそんな寂しそうな顔しないでとりあえず降りといてよ。ああ、まあ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 のとこやな。初の海外進出。まあまあ1月だ。さあ1月やからしょうがない。そうですよ、みんなあの年末年始の休みボケで。何か起きる月ってあるんですかこれ。何も起きなかった。あ、怪我したとかそういうの。ここはああ、パブロ、キャロライン、違う。あ、ランマが現状の給与が低すぎると直談判に来て、あ、共有も。なるほど。とりあえず、タク石川を我が団体にどうしても入れたい。絶対嫌なんだな。もう絶対嫌なんだな。いや、もう嫌なんだ。いや、もう給与。プライドです、プライド。でもその
みんな給料上げるとなあ、ああ一人またそのさ、もうこうじゃあ俺もって言ってくるやつが一人また一人と出てくるわけだから。出てきますね。あんまりだから上げすぎも良くない。良くないですね。その一人だけ上げるっていうのも良くないですね。全体的にポッと上げるならいいです。俊之助はまだ帰ってこんですか。まだ帰ってこんな。次回だな。じゃあまあ今日はここまでにしましょう。わかりました。多分、ね、来月俊之助が帰ってくると思うから。はい、おー、ヒーローが帰ってくるんですね。何かを俊之助が何か身につけて、あと何個だかな、金髪になって。いやでもヨーロッパから帰ってくるからな。ちょっとコスチューム変えたりしたいな。ちょっとコスチューム変えたりしたい。あ、いいです。いやリアルもね、ぼちぼちコスチュームもね、変えたいんですよね。あの、ボロボロになってきたんで。もうそろそろ短パン卒業したら。ちょっと短パン多いわ、うちの団体。何がいいっすかね。ロングタイツ？うん、俺ロングタイツか。ハーフタイツ。ハーフタイツね。はい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 。いいかもしれないです。うん。いいと思うよ。足も太いから合うと思うしな。あ、でも足太かったらロング、ハーフスパッツはちょっと足細く見えるか。本当はショートタイツでいいと思うけど、あ、俊之助ちょっと剛毛やからな。いやいや、こっちは内ももぐらいまでびっしり入っとる。いや、ゴリラやないですか。何人ドゥなんそれはっていうぐらい。何人ドゥなんっていうぐらいはみ出とるからさ。いやもうね、ですだから俺がさ、言葉をだいぶ濁らしてる意味をもうちょっと汲み取ってほしい。いや、何言ってるんですか。僕だってその視聴者の人が聞いたって差し支えないような言葉をちゃんと使ってますよ。だってって言ってないですもん。めんどくせえ編集を作らすのさすなよ。いや、あの大変なんだからそういうの編集すんの。あれ大変なんすか。大変よ。一回これ録画したやつを全部見ながら切るところです。カットしていくんだ。ああ、そうか、これ全部使わんかったね。はい、というわけで、今日も、パイプロ OPG やっていきましたけど、俊之助さん、今日はいかがでしたか。今日はもう、あれですね、雑談の回でしたね。はい。これもこれで、面白いじゃないですか。はい、そうですね。というわけで、ファイブロー BG、今日も遅くまでありがとうございました。それではまた次回ご会いいたしましょう。それでは失礼いたします。サンキュー、バイバイ、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ後で作戦会議やん。何ですか。